レア・クラシカーは、ドイツのサッカークラブであるバイエルン・ミュンヘンと、ボルシア・ドルト・ムントの試合に対する故障である。ナショナルダービーの一つにも数えられている。両者の対戦はナショナルダービーであるが、世界中のサッカーファンから、重要なダービーマッチとして注目されるようになったのは2010年以降だと言われている。1970年代以降の FC ・バイエルン・ミュンヘンは、 フランツ・ベッケンバウアーや、ゲルト・ミューラーなどのタレントを養手ほとんどのシーズンで、高いレベルの成績を残してきたが、1970年代において、そのライバルは、ボルシア・メンヒ・エングラート・バッハであった。この二強時代が終わった1980年代には、バイエルンのライバルは、ハンブルガー・エース・ブイア、ベルダー・ブレーメン、あるいは1、FC ・ケルンと数年おきに変化するようになる。 バイエルンに対抗する勢力を長期間維持できるクラブがなかなか現れない中で1986から87シーズンにはバイエルンがリーグ最多記録となる10回目の優勝を達成し名実ともにドイツサッカーの名手となった一方のドルトムントは1960年代に UEFA カップウィーナーズカップを制覇し旧西ドイツのクラブとして 初めて UEFA 取材大会のトロフィーを掲げたものの1970年代には失速を見せ、ツバイテリー以外の降格も経験。ダービーマッチにおいても最大の一戦は同じクルール地方に本拠地を置く伝統的なライバルシャルケレイ4とのルールダービーだった。1990年代に入り、長らく低迷を続けていたボルシアドルトムントが復活。 オットマー・ヒッツフェルトに率いられたチームは、毎年のように、ブンデスリーガの優勝争いに食い込むようになり、バイエルンの対抗馬として一躍名乗りを上げる。1994から95シーズンには、ブンデスリーガ発足後初めてのリーグ優勝。翌1995から96シーズンには、連覇を達成。さらに1996から97シーズンには、 UEFA チャンピオンズリーグを制し、国際的にも強豪クラブの一つとして認められることになった。これらの躍進を果たした1990年代が、ドルトムントがバイエルンのライバルとして定着した第一の時期である。ドルトムントは2001-02シーズンのリーグ優勝と UEFA カップ準優勝を最後に、クラブの財政問題などを原因として、 再び低迷するが、2008から09シーズンより、監督に就任したユルゲン・クロップが、若手選手を、次々と、見出しチームを改革。2010から11シーズンには、バイエルンを相手に2連勝を飾るなど、快進撃を続け、センセーショナルなリーグ優勝を果たす。ドルトムントは、翌2011から12シーズンもリーグを制覇しに、連覇。 さらに同年の DFB ポカール決勝で、ドルトムントがバイエルンをこの2と圧倒して2冠を達成するなど、1990年代の勢いを取り戻して再び、バイエルンの最大のライバルと目されるようになり、バイエルン側も、ドルトムントを敵視するようになった。この時期における2クラブのライバル関係のハイライトは2012から13シーズンの UEFA チャンピオンズリーグであり、その決勝では、 バイエルンとドルトムントの同国対決が実現した。ここでは、バイエルンがドルトムントを2-1で下して12年ぶり5回目の優勝を果たすとともに、ドイツのクラブとして初めて三冠を達成した。しかしその後、ロベルト・レバンドフスキやマッツ・フンメルスなどドルトムントの黄金期を支えたメンバーがバイエルンへ移籍し、タイトル獲得の役割を大きく担っていることにより、 ドルトムント側のバイエルニへのライバル感情が激化。両者の対決は因縁めいたものとなっている。ドイツ代表が4回目の優勝を果たした2014、FIFA ワールドカップには、バイエルンが7人、ドルトムントが4人を、ドイツ代表に送り込んでおり、この2クラブの選手が代表チームの半数近くを占めた。2021年3月6日現在。ありがとうございます。